どういうお店にしていきたいですか？一般の人やいろんな人に、入社3年目の小柳優、番組や特番を作る制作部の若手ディレクターだ。制作部の仕事は中海テレビ放送の自主制作番組を作ること。1月のおすすめ作品をご紹介します。番組制作の他にも番組出演やナレーションを行う。私は番組出演や番組を作ったりもしたかったので、いろんなことができる会社にしたいと思っていて、この会社に決めました。楽しいですね。毎日いろんなことができるので楽しいです。現在小柳はディレクターとしてドキュメンタリー番組若者たちの挑戦を制作中だ。この番組は鳥取県西部で挑戦している人の今の姿を届ける番組。先輩カメラマンと一緒にワンカットワンカットを確認して映像作りをしていく。今はまだ助けられているところが多くて、インタビューも言葉を引き出してもらってばっかりで、まだまだだなって思います。若者たちの挑戦の場合、編集期間は3日間。一言で編集といっても、動画を並べたりテロップを打つなどやることは多い。放送日前日、出来上がったものを上司に見せる。ここだな、こっからもうなんか普通に V が入ってる感じがするけん。そうですね、うん、ちょっとじゃあ修正して、はい、明日放送しましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。地域の今頑張っている人の姿だったり、これから始めようという活動を多くの人に映像で伝えられることです。10年後も20年後も地域の人たちの取材を続けていきたいです。